疲れ様です。ごめん遅れました。どうしたんすかその荷物。いやすごいでしょ、荷物もっと増えるんだよ。え、パスポート持ってきたよね。言われたから持ってきましたけど。ちゃんと予定もあるけど開けてきた。え、1週間ぐらいは開けましたけど。ああ1週間じゃ多分足りない。ミニマム1ヶ月ぐらいになると思うんだけど。なんでなんでどこ行くんですか。とりあえずねチェックインも急がないといけないから、はい、行こうか。了解です。よしよし。間に合ったね。間に合いました。ギリギリでしたね。なんでお土産なんですか。結構ね今回ねいろんなとこでいろんな人と交流する。いろんな人お楽しみに。なるほど。お楽しみに。ほう。はでちょっと買い出しをとある人との合流を。とりあえずねここで合流予定の仲間がいるんだが。お疲れ様です。じゃあどっか行くんだよね。あの海外からこれから高橋歩夢さんです。あっあれこんにちは。歩夢です。はじめまして。スタート。また空港戻ってきました。はい。LA は目的地ではありません。なんと、トランジットです。あ、今に着きました。で、ここからまた飛行機に乗って今からクスコに飛びます。酒屋に仕入れに来てます。酒は揃いましたか。いいじゃないですか。隣接の店ができたグラスを選んでます。仕入れが続きます。店の仕入れをスーパーでやるという懐かしさ。スーパーで紅茶を買ってお店で高い値段で売る。アールグレイあった。クスコでですね、もろ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 いろんな仕入れをして明日にはもうクスコを立ちます。さあどこに行くでしょう我々は。さすがにもうここまでしたら気づいた。はい。どこでしょう。マチュピチュですか。でかい。来ましたね。久しぶりに戻ってきました。いやクスコマチュピチュまさか人生で5回もすでに来ることになるとは思わなかったっていう次初日から寿司を食いたがるご一行そうね。おー寿司食いバッチリ食えそうです。おぉ、ガチ寿司だ。クスコの夜を乾杯。食事も食べ終わりましてクスコにあるシーシャ屋さんに行ってみたいと思います。暖を取れるよこれで。いや、買い上げですか。もう寒くない。いや、いいじゃない。めっちゃ高いんじゃない。次、ちょっと こっちも ライオンキングもいいやん。あー、なんかいいね。
アルパカの毛でライオン作ってんのこれ。だんだん現地の人のような格好をみんなちょっと現地を超えてる現地を超えた次元の人がいるけど。さあクスコのシーシェアはどんな感じでしょうか。ここがクスコのシーシェアイチゴバー。はい、毎日ミシドリンクで乾杯。すごい色。まずホテルに戻ってきました。いよいよ明日は朝一からマチュピチュです。気合い入れて頑張りましょう。はい、これからマチュピチュに出発します。一人怪しいのがいる。ここからオリアンタイタンポってところに車で2時間ぐらいかけて行って、ここから電車で2、3時間。なるほど。我らの目的地マチュピチュに到着のことで、最後ひと踏ん張り、到着してからが頑張りたい。クスコからオリエンタイタンポに向かってます。Quiero su atención por favor. En esta parte de la vía tendremos una paradaバスに揺られること数時間。すげえな。アンデス300？アンデス300。おー、すげえ。おー、すごい。絶景。あー、これすごいね。の、ユヒ君念願のリャマがいるよ、リャマ。え、あれ犬じゃない？犬じゃない。来たか。アルパカ？アルパカリアマ。あ、アルパカリアマ。ああ。どっちかがアルパカでどっちかがラマ。着きました。寝ぼけてますね。いい眠りを得ました。あそこに変なのいる。やったい。ついにマチュピチュに着くまであと2時間。この列車に乗ればマチュピチュに着きます。この踊ってるお姉さんたちについてくと電車が。サッカーの応援っぽい。この電車がね、マチュピチュの村まで。この列車がマチュピチュに向かうときに、結構川沿いをずっと行くの。で、その川はマチュピチュからアマゾン川までつながってる川なんだよね。素敵な列車ですね。上も空が見える。いざマチュピチュへ。なんじゃないか。これはマチュピチュと書いてます。マチュピチュ。長旅お疲れ様です。あー、いい旅だったな。着きました、マチュピチュ。マチュピチュに着きました。お疲れ様です。ホテルに荷物置いたら速攻今回のねマチュピチュプロジェクトの舞台となる物件、お店を置ける場所に行ってみましょう。
もうゆきくんがだんだんなんかもともとそういう生き物だったかのように見えてきたよ。これがアマゾン川につながってって、その辺の山が上が天空の城だったみたいな遺跡が、まずその遺跡がある。もうちょいで、ああ、ここだ。よへい。よへい。オーラー。よへいペペ。あ、よへい。よへい。この物件でですね、北里洋平、マチュピチュで、シーシャバーやります。歩夢さんがちゃんと仕事をしてます。珍しい。ちょっと上合わないな。上が合わない。北里君、家にね、大事なもの全部忘れてきたんで。もう一個問題がある。最悪、とりあえず今回のグランドオープンは、これは無謀でバカで果敢な若造の真実の物語である。突如目の前に現れた謎の男キング、わがまま純度 100% のもう一人の自分キングに教わった全能の魔法。諦めることを諦め、あるがままわがままに。中学生にして南米一のサッカーチームの選手控え室に忍び込み、挑戦状を叩きつけ、スター選手たちとガチ対決。伝説の人を地上へとへヒッチハイクと自転車で放浪の旅に行けたい。落ちこぼれ高校時代5割の集中力を使い、半年で全国上位の成績受験勉強終了。その結果見事一流大学に合格し、エリートサラリーマンとの突っ走るが、ちょっと待て、子供の頃の憧れ、描いた夢、挑むことなくいつの間にか無自覚にスルーしてないか。一度描いた夢に落とし前をつけてやる。ボクシング現役世界王者に挑戦状を叩きつけ、結果ボコボコのフルボコ。そして若造は気づく。かっこ悪くても負けたとしても、俺は俺という物語の主人公なんだ。それなら自伝になるような物語を生きてやる。若造は無謀な挑戦を続け、念願の自伝を出版。コンキー国立自伝中心の出版社を立ち上げ、アジトとなる新社カフェをマチュピチュ含め世界中に30店舗オープン。全米でも英語版の自伝を出版。今もなお遊びや仕事に愛と自由の冒険を続けている。これは人生を自伝全7巻になるように生きようとしている果敢でバカな若造の物語。全ての夢を叶えるべく、諦めることを諦めろ。辻と漫画が誘導したストーリー自宅の新感覚自己啓発書、北里洋平著、悪あがき重版決定。Thanks so much for coming. Please go home safely. And don't forget to always walk on the wild side.